エボラ大聖堂、エボラ大聖堂、S. デイ,イボーラは、ポルトガルエボーラにある、ポルトガル有数の古く歴史的に重要な文化財の一つ。市の歴史地区の一部で、市で最も標高が高い地点にある。1988年、ユネスコにより、世界遺産に登録された。1166年、恐れ知らずのゲラルド、ヘロルドセムパブアによって、エボラは、 ムーア人支配から解放された。すぐその後、キリスト教徒の支配者によって、聖母マリアに捧げる大聖堂の建設が始められた。この最初の建物は1184年から1204年に、かけ、建てられ、非常にこじんまりとしたものだった。この建物は、初期ゴシック様式で1280年頃から1340年頃までかけて拡張された。その後、 時代が変わるごとに大聖堂は幾度もの価値の高い付け足しをされた。14世紀のゴシックの回廊、16世紀初頭のマヌエル様式によるエスポラン礼拝堂、18世紀初頭のバロック様式による壮麗な主礼拝堂などである。大聖堂は中世ポルトガルで最も大きな大聖堂でゴシック建築の高齢である。 バスコダガマが初めて東方公会へ出発した際の帰還機が1497年にエボラ大聖堂の最初の内陣で祝福されたと広く信じられている。最も重要な歴史の象徴で大聖堂を連想させるのはエボラの大司教権数期教であったエンリケ数期教王、1512年から1580年である。彼は ジョアン三世の実定で、アルカセルキビールの戦いで戦死した大井セバスティアン一世の後を継いで即位した。彼が統治したのはわずか1578年から2年間だけだった。16世紀と17世紀、エボラ大聖堂に多声音楽のためのエボラ学校が開設され、ポルトガル音楽史に重要な役割を担った。マテウスでアランダやマヌエルメンです。 彼らの生徒、ドゥアルテル王ボとフィリペ・デ・マガリアン・エスラ作曲家たちが大聖堂と関係した。大聖堂のメインファサードはリスボン大聖堂のと似たバラ色の花崗岩で建てられた。二つのどっしりした塔は16世紀に完成した。主、出入り口を囲む入り口ロビーの側面に立つ。入り口ロビーを越えると内部を照らすゴシック芸術のトラセリーのある巨大な窓がある。 どちらの塔も違う円錐状スピア、塔の先端部分があり、一つは中世の彩色タイルで覆われている。当時の他のポルトガル教会と同様、エボラ大聖堂の外壁は装飾されたアーケード上、コンソール、うずかたち持ち送り、城造りで装飾されている。ランタン塔の交差する様は非常に絵になる光景である。窓の並びが交差楼に光を注ぐ。 塔のスピアは、交差炉上のスピアと同様、6つの小塔で囲まれ、どの小塔も、塔本体のミニチュアとして模倣されている。塔の設計は、スペインにあるサモラ大聖堂とサラマンカの、旧大聖堂にある塔レデルがあると似ている。戦闘アーチ型の種、ベイビグチは、ポルトガルゴシック建築の傑作である。大理石の円柱は1330年代に、 作られた十二使徒の巨大な像で占められている。この像群は彫刻家、ペロー親方とテロガルシアだと言われている。ポルトガル国内で同種のものでは最高のものと言われている。壁や建物に接続されていないゴシック彫刻はポルトガルでは稀である。それらは常に記念の破壊史を連想させる。エボラ大聖堂は主に1280年から1340年の 間に建てられた。12世紀にロマネスク様式で建てられたリスボーン大聖堂の平面図に細部に従って設計された。リスボーン大聖堂のようにエボラ大聖堂の建築家たちは、交差牢、二つの俗牢より高い場所にある出入り口、トリフォリウム、三つの礼拝堂付属のアプスといったものを十字架型の境界に設計した。 交差炉のてっぺん部分はペンデンティブと八角形のランタンのあるドーム状にある。交差炉は二つのゴシック様式のバラ窓で照らされている。広い本堂はトンネル状ボールトがポイントである。内装は白いモルタルを高い壁と柱、ボールトに塗りアクセントをつけた。入り口で最初の二つの各館には秀逸なゴシックのボールトのある建築家。 ディオゴデアールダによるマヌエル様式の高い聖火体積がある。聖火体積にはアントウェルペン出身の彫刻家が1562年に多くを彫ったマニエリスムの聖職者席がある。これは神話のモチーフや狩猟や田園生活といった宮廷の暮らしの光景が彫られている。入り口近くには1544年頃からあるというヘイトルローボによる作の古いオルガンがあり。 これは、ポルトガル最古のもので今も演奏に使われる。入り口左側には小さな洗礼室がある。18世紀のアズレージョと16世紀のマヌエル様式の採掘された鉄製手すりで、キリストの洗礼がフレスコに表現されている。中央の本能中ほどに、多彩式のゴシック像、受胎した聖母マリア像、15世紀のある大きなバロックの祭壇がある。 オリビエル・デ・ゲントの十六世紀の作といわれるルネサンス期の天使ガブリル像が聖母像と向き合う。主霊拝堂は1718年から1746年の間にジョアン五世の支援で全体を再建された。建築家はドイツ人で王を抱えであったジョアン・フレデリコルド・ドビセで、彼はマフラ国立宮殿も設計した。様式はオートル・ドビセが好んだローマバロックで、 多彩式大理石装飾と着色された祭壇がある。緑色はイタリアから、白色はモンテスクラロスから、赤と黒はシントラから持ち込まれた。この様式が導入されて、大聖堂内の中世の内装および主礼拝堂は、優雅なバーロック機の傑作と合わなくなった。主祭壇はイタリア人アントニオベッリーニによる彫刻装飾である。ポルトガル人彫刻家。 マヌエルディアスは、ビエーラルジターノの描いた絵をもとに、祭壇状のキリスト像を作った。主祭壇の絵を描いたのは、アゴスティのマスッチである。フランドル人は原型を描いた13枚のついたて、主礼拝堂の祭壇背後の棚にあるは、エボラ美術館で見ることができる。祭壇背後の棚は、1500年頃、司教アホンソでポルトガルにより、ウルフヘ工房で作られた。 左交差楼にあるエスポラン礼拝堂カペラ・ドゥ・エスパーは1520年代にマヌエル様式で再建された。今、ニコラ・シャントレーヌによる大理石彫刻のある美しいルネサンス期の出入り口る。ゴシックのボールトとマニエリスムの祭壇はフランシスコ・ヌネスの絵画で飾られている。交差楼右の礼拝堂は人文学者アンドレデ・レセンデの墓所として建てられた。 16世紀。これら礼拝堂は、マヌエル一世時代に、ルアンダ総督、ジョアン・ベンデスでバスコンセロス、マヌエル王の大使で、ブグ氏、アルバロ・ダコスタが葬られた。大聖堂の回廊は、1317年から1340年に、かけ、ゴシック様式で建てられた。これもリスボーン大聖堂の影響が見られる。後期ゴシック様式のトラセリーが使われたにもかかわらず、 花崗岩の仕様が全体の印象を重厚感のあるものにしている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。